はいたします。どうぞチャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。著作家の宇山卓栄でございます。ええ、月にムンジェイン大統領がですね。 北朝鮮の平壌を訪問した時にこんな演説を彼はしています。我々朝鮮民族は優秀です。5000年間にわたって我々は一つの道を歩んできました。我々は今一度一つになろうではないか。というように演説をしているんですね。 彼はこの5,000年間一つの民族がですね一つの道を歩んできたということを強調しているんですがしかしこれはですね朝鮮民族は5,000年間一つであったことはですねこれはありませんでしたそのことを理解していただくためにですねこちらの資料をご覧いただきたいと思います え図 2−1 朝鮮の2つの民族の分布地図なんですけれども句麗、えー、いわゆる当時のですね北部の朝鮮を支配していたあ王国ですねそして百済、えー、ナシ新羅など朝鮮の南部を支配していた国々ですねこの2つ北部と南部のエリアを満州人エリア 漢人エリアという形で分けることができると思います。この漢人、漢人というのは、韓国の漢に人、漢人ですね。この漢人についてはですね、民族的な定義がきちっと定まったものはありませんが、 百済白木などのですね三冠の地にいた人々という意味でですね漢人という一つの満州人に対するですね対地概念としてですね捉えることができると思いますこの満州人と漢人というのはですね全く違う民族なんです えー、満州人はツングース系民族というふうに呼ばれますけれどもツングースとはですね豚を飼育する人を人という意味を持っているというふうに言われるんですね、えー、さらにですねこの満州人たちはジュルチンというふうにも呼ばれるんですがこのジュルチンというのは人々民ということを意味していると言われます 歴史の教科書でもですねこのジュルチンというのがですね漢字で「女神」「女」と書いて「真実の真」ですね「女神」というような形で呼ばれますけどもこの「ジュルチン」というのは満州語で人々や民を意味するものであると言われています五漢語書ではですねこの満州人はですね非常に不潔な民族であったというふうに書かれているわけですね 秀才不潔という表記があります秀というのは臭いという字「歳」という字は汚れている「秀才不潔、不潔はそのまま不潔なんですね満州人はですね顔を洗うのに尿で洗うとそしてですね野蛮な穴蔵の中に住んでいてですね寒さを防ぐために全身に豚の油を塗っていたと。 いいうふうふに言われているんですね非常にこの野蛮な民族であったとこれが朝鮮北方北部にいるですねいわゆるこの満州人の実態であったというように「ご鑑賞」ではですね記されているわけなんですもう一度この図をご覧になっていただきたいんですが「高空砲のエリア」を見てください 非常に広いエリアですよね。えくだらやしらなどよりもですね、ずっと広いエリアでえコークリという国があるというのがわかりますねえ。彼らはこれ満州人です。紀元前1世紀に朝鮮半島北部に建国をされて、4世紀末から5世紀に最大半島に達するわけですね。 えー、有名なあ高海道というのもですね、えー、ちょうどこの最大半島を形成した時期に現れる、えー、国王であるわけですさて、えー、この高句麗がですね中国の王国と言うべきなのかあそれとも朝鮮の王国と言うべきなのかいわゆる高句麗論争という議論があるわけなんです えー、我々はですね一般的に教科書などではですねこの「高句麗は朝鮮史の範中カテゴリーの中で習いますから高句麗はイコール朝鮮の王国だよねというイメージがあると思うんですよね。 ところが、今申し上げたようにですね満州人の国家であるこのコー空リというのはですね満州人というのは今、中国人の一部でありますからだから中国からすればですねこのコー空リという国家は朝鮮の王国では決してなくて満州発祥ということからも分かるように中国の王国であるということを中国側が主張しているわけなんです。 で当然ですねこれに対してですね、えー、韓国側もですね、えー、反発をしているわけです、えー、さらにですね中国はですね百済もお師書終書随書などを根拠にですね中国の王朝であるというように主張しています、えー、これらの師書によるとですね百済の王族は句麗の王族から 派生した一族であるということがおおよそ分かっているんですね。そうした意味からも、くだらも中国の王朝であると。くだらの位置をもう一度確認をしておきましょうか。えー、朝鮮のですね、南西部にある国ですね。こちらも、お中国側からすれば中国の王朝であると、えー。ただ私はですね、これは少しあの、無理があるのではないかなと思います。 百済、えー、の民の構成というのはですね具体的にどういうものであったのかということははっきりと分かっていませんが、えー、王族たちだけが確かに満州人であったということは言えると思うんですがその事実だけをもってしてですね中国の王朝であったというのはですねさすがに言い過ぎかなということは言えると思うんですね、はいえー、さらにですね、えー、こちら 図の二の二をご覧いただきたいんです。朝鮮の統一王朝と民族についてですね、確認をしておきたいと思います。朝鮮の統一王朝は三つございます。白銀、高麗、李朝鮮。この三つですね。そして最初に統一王国を形成する白銀は先ほど申し上げた南部の漢人。 いわゆる韓国の韓の韓人の王国ですねこれが10世紀まで続きますそして2つ目の高麗・李氏朝鮮は共に満州人の王朝なんですねこの2つともですね韓人ではなくて満州人の王朝なんですというとですねこの朝鮮の王朝というのは 中世以降10世紀の中世以降はですね実はいわゆるこの朝鮮人の元祖である漢人の王朝ではなくて満州人の支配した王朝であるというふうに結論付けることができると思いますえ先ほど「句麗論争」ということを申し上げましたがですね、えー、もう一つこの「渤海論争」というものもあるんですね 墓海という国があ中世にありました。えー、こちら、図二の三ですね。え高句麗が滅ぼされた後、満州人は墓海を698年に建国をしますえ。これもですね、非常に広大なあ王国ですね。 えー、広い範囲でですね、えー、現在のこの満州を中心としてですね、形成をされたあ王国でありますが、えー、この建国をした、テ・ジョヨンという人物、まあ、日本語で大宗衛と言いますが、あこの人物は、旧当初、中国の師匠の旧当初によるとですね、えー、自らを航空麗の移民とお称していました。 えつまり、この北海というのはですね、えー、高句麗の後継国家というように捉えることができると思うんですね。そうすると、この高句麗というのが当時のその満州人の王国、中国に属するものであるというふうに中国人が主張しておりますから、もちろんこの北海国もですね、えー、中国の一部であったと。 いわゆるこの朝鮮人の王国ではないというふうなことも言えると思うんですねで当時ですねこの渤海は国ではなくですね唐の領土の一部でありましたテジョヨンはですね713年にですね渤海軍王に唐から任じられています 軍王というのはですね日本のいわゆる何々軍という住所にもあるようなあの軍のことでありますですからこれ国じゃないんですね軍なわけですということは中国等の一部であったということとが言えると思うんですこの「渤海論争」というのはですねそういう意味ではですねこの「渤海」という国は、うん、朝鮮人のものではなくですね中国のものであったということが言えると 思うんですねえ本日もご覧いただきましてありがとうございましたチャンネルアジアをご覧の皆さんこんにちはチャンネルアジア運営事務局の栗山ですチャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです 藤井元気先生とか、川瀬恵子先生、水橋孝明先生、渡辺哲也先生、西村光祐先生、他、たくさんの言論人、また、大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。 専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっていますぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧くださいよろしくお願いいたします